部鶴山と申します。よろしくどうぞお願い申し上げます。今日はですね、私は中国武術の方をやってますが、まあ共にですね、中国茶の方もちょっとたしなんでおりますので、いろんな中国茶にまつわる道具とかも販売してます。これは木人 .com の方なんですが、これはこちらの商品なんですけども、こちらはシャーブーと申しまして、まあ、中国でいうお茶を立てるときに必要な道具であして、お茶を香港ではこう自分で飲んだり、またお客様にこう出したりするわけです。これを急須の代わりにしましてこう継いだりするわけですけども、まあ、その茶葉の種類によっていろいろ立て方なんていうのもあるんですけども、まあよくあるこちらはもうあのお土産物とかでよくあるホタル焼きの外部位、そして、まあ、茶碗ですね、まあ、こういう道具とか、これチャーホイって言いますか、まあ、できたお茶を貯めておく道具ですね。そういうのを作りまして、自分でお茶を立てたりお客様をもてなしたりするという道具でございます。まあ、香港の方ではこの外部位、これを使いまして自分でこう飲みましたり、こう飲んでおったり、こうこちらの方に分けてでお客様に提供するというような立て方をしております。まあ、まずどういう風に使うかと申しますと、まずこれの使い方ですね。こちらの方は中身何も入っておりませんけど、お茶がこう落ちるようになっておるという道具なんで、まずは茶器を温めます。茶器を温めまして、ある程度温まったら、ある程度温まりましたら捨てます。で、茶葉を入れるわけですね。こう今回はプーアール茶、香港でほうれい茶を、作りたいと思います。こんな感じでね、ほうれい茶、まあ、ほうれい茶というのは黒茶というものに分類されてまして、紅発酵茶ですね、麹菌を混ぜまして、お茶を発酵させるというようなことなんです。まずこう入れますね。お茶をしっかり入れまして、茶葉を薄もしくは洗います。で、一煎目は捨てます。茶葉の中に落とすわけです。これで2煎目以降は飲むわけですね。こんな感じで蓋をして、この時はしばらく時間を置きます。まあ、茶葉を温めておいてですね。
を温めといて、これちょっとしばらく待ちます。この待つ時間は仕方のないです。茶葉が十分蒸らされてこの間で出来上がってきてますから、これは重要な時間ですね。これを急ぐとおあんまり良くない感じになります、茶葉も中でほぐれてきて、暑さでほぐれてきまして、エキスをどんどん出している状態になったんですね。まあ上等なお茶ですので、2000は当然として、3000、4000ぐらいまではいけるんですけど、まあある程度のクオリティの茶葉なら4000ぐらいは出さないといけないという感じになるんですが、まあ一番むしろは2000目ですかね。これはまだ1000目です。1000目は捨てると言いますが、まあ、これが本来の1000目、1回目はもう捨てるというのが前提です。2000目、3000目ぐらいが美味しいと、これ捨てるのを1000目とするなら3000目ぐらいが一番美味しい状態になります。まあこれがプオール茶の基本的な飲み方でございます。これ1000目をね、そのままそれを飲むとまずいんですよ。臭さがもう満載で、茶葉がどうしても臭くてどうしようもないというようなお茶になるんですね。それを捨てますと2000目からはちょっともう薄れまして、ちゃんと飲めるような感じになってまいります。まあ、この間ね、場を持たせるのが大変でございましてね、どうもこうもならないという感じなんですが、まあ大体このぐらいでよしとしましょう。だいぶ茶葉も膨れてまいりました。2000名でございますね。お二人ぐらいに提供するという手でやりましょうか。まず外部用語はちょっとハスにこうしますね。でこう持ちまして、こんな感じで提供するんですね。これで2人分どうぞという感じでございますね。こちらが飲んでみましょうか。こちら相手様にお出しする、自分はこれで飲む。うん、濃いお茶が入ったできてますね。早速2000目に行きましょう。でお茶ですけども、これは8分目ぐらいで止めとかないとちょっと綺麗には継げません。さっきみたいにね。で今回は こちらの方のチャーホイの方に移していくというようなことにしてまいりましょう。でこちらの方を移します。中国茶はどんどんお湯を使うんですね。茶葉も捨てます、どんどん美味しい感じになってきたらどんどん捨てていきます。こうやって3煎目はもう全部こっちに入れますね。で4煎目を入れましょう。で次すぐ告げるようにこの3煎目というのをこちらの方に溜めておく、もしくは4煎目もこれ入れちゃう。そうするとここ2杯目もしっかり飲めるわけですね。うん、非常に美味しいです。中国茶は日本茶と違いまして温度にあんまりうるさくないんですね。日本の緑茶は、熱すぎるとダメです。低すぎると出ませんし、
ちょうど適温っていうのを見極めるのが非常に難しい。だから温度計持ってやってる人も多いですよね。中国車はその何も考えることなく100度の熱湯を入れればよいという感じなんですが、はい、じゃあ3戦目いきましょうか。これだからこぶさずに入れるのにちょっと時間的に、テクニックがいって慣れが必要です。じゃあ次はチャーホイから受けます。温くて美味しいですね。じゃあちょっと茶葉を変えてみましょうかね。こちらサウメイ茶、これを飲んでみましょう。こちらの方のお茶は白いお茶、白と黒で対立して非常に珍しい、バッチャーというものに分類されております。まあ香港で人気のあるお茶っ葉ですが、あまり他の地域では買えません。特にこれはしっかりと蒸らさなければならない。茶缶、こちらの方も販売しております。中国茶の保管には非常によろしい。伝統的にはやっぱ茶缶で保管するというのが基本でありまして、鈴製ではありません。あのステンレス製ですが、中国茶の保管で中国茶専門のお店とかで売ってますが、ちょっと高いですが中国から直輸入してやお安く提供させていただいております。どうぞ皆さんまたよろしかったらこちらの方もご購入いただきたいと思います。されたのでいい感じになってると思いますが、いきますよ、つぎます。こんな感じの薄い色合いに出ます。こんな感じで香りもね、甘い香りがしますね。お茶の若葉の甘苦い香りがプーンと鼻に来て非常に味わいですね。甘さと渋さのこう調和、苦味と甘さと、これが非常に調和してね、そんな高級ではないんですが非常に美味しいですね。これは作り方が、お茶っ葉を煎りまして、それで乾燥させるので、茶葉も日本茶とは違いまして、日本茶は蒸してですから、となってますが、こっちはなんか枯葉のような感じになります。作り方がちょっと違うお茶ですね。もちろん温度は100度、これで大丈夫です。2煎目いきましょう。
らします。もうね、ウアルちゃんとサウメイちゃん、これを攻略すればね、あなたも本当のヤムチャ好きということになります。ヤムチャっていうのはそもそもお茶を飲むっていうことです。そのお茶を飲む箸休めで、箸休めっていうか、まあこのお茶を飲む合間にちょこっと点心をつまみましょうかっていうのがヤムチャ文化でありますので、基本はどういうふうにお茶を飲むかっていうですね、お茶を楽しむためにあの料理、普通日本の人もあの料理の方ばっかり目行きますが、お茶屋がメインですよね。お茶を楽しむためにどういうふうにこの点心を取るか、また食べるかっていうことになるんですけど、さあそろそろいいですかね。こういうことで、ちょっと茶葉が泳いでますね。泳がして、で箸を持ちましてですね、これこの上でやらないともうテーブルがもうだいぶ濡れてしまったり、テーブルクロスがあったりしたらボロボロになったりしますので、そんなならんようにこの上、チャーブンで受けるように、こぼれてもそういう見た目が悪くならないようにというのでね、私上手にこぼさずにお茶ついてますが、慣れない人がやったらこのチャーバーメンになりますから、そこら辺中お茶っ葉がお茶の雫が落ちましてですね、そこらは和やったんです。テーブルクロスなんでそれでだいぶ汚れてしまいます。ですかさず3煎目を入れます。香辛料とかと一緒に保管しているためか、すごく匂いがそれが移って、なんだか八角の味とか匂いとか、なんかそういう風味とか、ケイシーとかね、そんなの漢方薬の匂いがこう染みついてまして、非常におかしな味わいをする時がありますので、できれば、中国茶専門店、お茶しか扱ってないところでお買い求めください。買うと、専門店で買うとやっぱりちょっと高いんですが、その分あのテイストは保証できると思います。せっかくお金を出して買ったんですから、そういう変なねテイストの茶葉で、まあいいやって、ね、あの
妥協せずに、ちゃんと突き詰めていいお茶を求めていただきたいと思います。